ヒールトウの動作。ヒールトウとは、つま先とかかとを使った動きのことである。また、手の指先と手のひらを使った同様の動きもヒールトウと呼ぶ。自動車運転、楽器演奏、ダンスなどの分野で使われる用語である。マニュアルトランスミッション車の運転技術の一つである。右足で、 ブレーキペダルと同時にアクセルペダルを踏む操作で、かかととつま先の両方を使って、ペダルを操作することに由来する。ヒール等は、マニュアルミッション搭載者において、シフトダウンする際に、右足でブレーキペダルを踏んで減速しながら、左足でクラッチペダルを踏んで、クラッチを切り、それぞれのペダルを踏んだまま右足のかかとでアクセルペダルを踏んで、 エンジンの回転速度をトランスミッションと同調させる操作である。レースやラリーなどのモータースポーツで利用される。ペダル配置やドライバーの好みなどにより、足の親指側でブレーキを、小指側でアクセルを踏む方法もある。電子制御された自動車の場合は、自動的にスロットル操作が行われるものがあり、ブレーキを踏みっぱなしでも同様の結果が得られる。このことを、 オートブリッピングと呼ぶ。アクセルとブレーキの操作が両手足に分かれているために、ヒールトーとは言わないが、ブレーキをかけながらのシフトダウンがこれにあたる。コンガやボンゴの演奏で、左手の指先と手のひらで交互に叩くことをヒールトウと呼ぶ。主に裏ックと呼ばれる音を演奏するのに使われる。つま先やかかとを軸にして行う、足の動き、ステップと区別されるが、 足の動きという意味で、ヒールトウもステップの一種として考えられる場合も多い。ありがとうございます。